手が痛いなそんなやってないでしょ。手が痛いな。紙紙紙カミングスーンカミングスーン。俺にもうちょっとスキルがあれば。カット敷いてもらって、はい、もうちょっと配信っぱなしで。これがどうなの？これとあと見どころとか、うん、あらすじとかを15秒以内で。何それ？映画を見たくなるような宣伝をお願いします。やるよ。じゃあ条件カード見てください。何条件カードって。あ、ででで。んさあ、条件を発表してください。条件を発表してください。猪木さんのファンにアピールするために、猪木さんになりきって猪木さんが言いそうなことをナチュラルに3つ以上交えつつ、銀幕ヘトアリオの宣伝をしてください。15秒だよ。似てなかったり宣伝がきちんとできなかったら NG です。大丈夫なのこれ。15秒じゃあ、はいはい、始まったら言ってください。じゃあ、よーさ、元気ですか？元気があれば何でもできるということで、フランス役の小野孝之です。いくぞ、いっ、でーす。銀幕ヘタリア上演する。はい、完璧だ。ちょっとドヤ顔すのやってもらえませんか？なんだよ、どこが。じゃあ内容が分かんない。だから銀幕ヘタリア上映中って言ったじゃん。どんな映画か分かんない。15秒で15秒でそれを伝えんの。映画といえばおすぎさんです。そこでおすぎさん、バカ、お前バカじゃないの。おすぎさんになりきっておすぎさんが言いそうなことをナチュラルに3つ以上交えつつ、銀幕ヘタリアの宣伝をしてください。似てなかったり宣伝がきちんとできなかったら NG です。おすぎさんが言いそうなことって何。大丈夫ですか？はいはい、よースタート。おすぎです。銀幕ヘタリア上映中、もう踏んづけてやる。バカ、もうこれは国が一団となってみんなでいろんなことに対して戦っていく、すごい鋭い映画見るべし。もうおすぎですって言った時点で終わってましたね。完璧に交えた。おすぎさんが言いそうな言葉3つね。見るべしと踏んづけてやるおすぎです。絶対言うからね、これ3つ。そしてヘタリアの内容も入れました。国が一致団結して戦います、入れました。よっしゃーい、マッセー。さあ続きまして、え、これ500円、500円ですよ。え、今ので500円、はい、でどんどんやっていけば1000円、そう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 、はい、もう1個ぐらいやっとこうかな。え、それはでも作家の気分次第でしょ。言葉を理解する前の2歳児にでも伝わるように擬音とジェスチャーのみで。え、銀幕ヘタリアって 言わないってこと。はい、わかりました。よっ、パッ。ママミヤマーションマイヘア、ブーブーベーバーベーバーブーバーバーブ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 さあ、もう一個行ってみましょうか。お前のやる分なくなるぞ。でれれつでん、バババババッパー。世界の人に向けて宣伝するために英語で。お前アメリカだからよかったじゃん。
はい。よーい。スタート。Hi, my name is Konichi Kazuyu です。ですって言うとダメです。ですダメです。イタリアズムービー。Look, look, this, look. Look, もう。もうっつっちゃダメでしょ。Enjoy, happy. あの Enjoy っつっちゃった。かけねえな。はい、かけねえなし。ああ。わかるか、英語なんて。超。わかるか。英語でやれよ、ちゃんとお前。次やるわ、もう。そういう猪木さんとかよかったな、じゃあ忙しい人のために銀幕ヘタリアの宣伝してくださいということで3秒間で3秒よし、はい、よろしいですか、はい、よーい、スタート。世界の絆が世界、あ、もう一回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 、なんだそれ。じゃあ行きますよ、よーい、スタート。みんなの絆が世界を救うヘタリア、見てね。アウト。ほら、完璧や。これいいんじゃない、これいいんじゃない、内容入ってるよね、よっしゃ、500円ゲッツ。最後の条件、最後、最後の条件来ました、はい、楽しい作品であることをアピールするためにスタッフを笑わせながら宣伝してください。スタッフが笑わなかったりきちんと宣伝できなかった。むちゃくちゃやね、これこれ一番むちゃくちゃじゃない、どういうこと。じゃあスタッフさんが、あ、じゃあメイさんが笑ったら分かった。いいよ、よろしいですか、はい、よーい、スタート。今、劇場ではもうヘタリアっていう映画が公開してるんですよ。顔じゃんかよそれがもう本当、なんていうか、もうみんなの、みんなのこういう思いが世界を謎の、あ、頼まなかった、丸、おー、おー、優しい、4つ達成、2000円ゲッツ。これみんな、あれなの、2人で稼いだら2000ずつ入るってことじゃないの。違いますよ本当、あいつの、あいつほんむかつ顔してるわ。これ枚数合ってなかったら貼っ倒すからな。これも合ってなかったら向こうの責任だから。そう、倍になるよ。全部終わったらもう全てが倍になりますよ。もうあの、あー、大変なことが起こりましたよ。こちらのチラシが2枚だけ余ってますよ。これ、これはどういうこと、どういう料金なんですかね。どうなってんだ、これ。どうするつもりなんですか。2枚こちらの方が多かったですけど、これ。これ1枚1万円で取引してやってもいいですよ。いいですよ、これ2枚だから2万円ですけど。いいですか、いいですか、悪いですかって聞いてる。マッチね、これ。500円で買い取りましょう。お、じゃあ1000円ですね。な、飲んじゃうんだそこは。さあ、小西くん、はい、メイクも終了したということで。バッチリメイクしましたね。メイクしてる時にもう織り込みすごいやったからね。織り込みだから全部やっちゃいましたからね。あれ400枚でしたっけ。400枚で4000円で余りチラシ、チラシが2枚余ったんですよ。そうですよ、ちょうどしか用意してないって言ってたのに、ね、まあ、そちらの不備で、で1枚2枚余ったので1枚500円で買い取っていただきまして、1000円、はい、1000円、はい、そして生宣伝、次、はい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 、宣伝しましたね。これが2つずつ、3つずつやって、で2つずつ OK いただいたので2000円、はい、で、ツイートそれぞれ今100人超え、ありがとうございます、本当に皆さんありがとうございます、本当ありがとうございます。あれ1ツイートが100円でしたっけ。違います、1ツイートが1万円だと思います、多分ね、これ10円100円、はい、1ツイート10円、50円かな。100人超えで2000円ってどういうこと。100人100円でとりあえず今2000円ってこと。2000円ってこと、現段階で2人合計で9000円。え1人9000円じゃなくて。じゃあ5000円ずつぐらいの花束は今のとこ取れるのね。で最後の試練がこのカレーなのね。キキカレーをやるってこと。やりましょう、やりましょう。じゃあ早速やろう、はい、キキカレー何、まずどうすればいいですか。キキカレー、キキカレーはヘタリアカレーのこれですね。ヘタリアヒーローカレー、こんなの売ってんだ。これを当ててください、はい、この中からね。わ、はい、かりました。で、まずこれをじゃあ我々食べるんですか。
これ目隠し2人とも。せっかく今メイクされたばっかり。すいません。マサヤ、カレーを早く用意して。お前の命は俺がいただいた。お前の命を俺が。ギザ壊す。いやー、そこなんだ。どうしよう。チンコとか触れたらどうしよう、これ。ぬるいよ。はい、じゃあ、はい。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 ふぅ。これ減ってるから、これじゃない？え、そうなの？こっから食わしたの？俺たちに。いやいや。そうだよ、なってないもん。バカだし。じゃあ、いただきますよ。もう味忘れたな。これ違う。ない。あら、これ。痛い。これじゃないかな。これっぽいよね。うん。これな気がする。これ辛い。本当？これ絶対違うよ、これ。これだと思う。2番でしょ。俺たちカレーにはうるさいぜ。じゃあ行くぞ。正解は2番です。1万円ゲット。やったー。簡単すぎる。これは何なの、この辛いやつ。40倍辛い。なんでそれ入れるかな。じゃあ順番、はい、これインドカレー。あ、インドカレーね。これヘタリアヒーローカレーね、うん、これ40倍激辛カレー。これマンゴーカレーだ。マンゴー。あ、これやっぱり林ですね、うんうんうん、これビーフカレー。普通のね。キーマカレー。ああ、全部わかりました、大体ね、うん。さあ、というわけで、現在の金額はおいくらになってるんですかね。あ、1万1000円。やっとじゃあ花束できますね。1万1000円ずつだとね。そうね、合計で1万1000円です。いや5500円、5500円です。まあ5000円でも六本木で買うんでしょ。花束5000円じゃ買えないな。作れないと思いますね、多分。赤、白、青でも1輪ずつかもしれない、うん。すいません、あのこれエッフェル塔にものすごい注目して。そんなこと絶対しないでね。はい、ツイッター分かりました。はい、デレン。で、大勢にツイートしてくれてカウント不可になったのでマックスゲット。おいねえねえ、舐めてんの。下調べしといて、ヘタリアっていうものを。舐めてんのか。そして俺たちのことを。え、それで上限いくらだっけ。5000円なのでプラス3000円されて1万6000円です。うおー、じゃあ8000円の花束だ。8000円ずつゲット、ね、わ、やった。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、ね、リツイートしてくれたんです。ありがとうございます。ございます。これは、ね、ネタバラシしていいの。後でリツイートの内容は全て嘘です。ツイートで。なんすいませんでした。多分お騒がせしたと思うので。全て嘘です。本当にごめんなさい。すいません。マサヤ、すいません。すいません。すいません。でも本当にね、プライベートで言ってるかもしれないんでね、はい、その時はあの声かけないでください。お願いします。